はいどうも、Mモータースバンブです。今回はこれ、以前紹介したアイテムを使って整備していきたいと思います。ティッシュでプラグ電池が落ちないように隙間を押さえて、引っこ抜く。おー、GoPro は近くが弱いのね。まあまあ、入れるときは落としたらアウトなんで純正で入れたいと思います。ちょっと閉めたらあとはおさらばで、またネプロスを同じように、で締めて、スパーククラグは12ニュートン。Yes。なんか緩い気がするけどいいのかな。よーし、プラグ交換完了。じゃあこの周りをきれいに脱脂してパーツクリーナーで、ガスケット残ってるんでこの辺をきれいにしましょう。ワイヤーブラシ、はい、きれいになりました。この作業めっちゃ大事なんで、しっかりやりましょう。しっかり、はい、それではこれ蓋、これをきれいにしましょう。この溝の中をきれいにしましょう。はい、綺麗になりました。
たらこの綺麗になったカーカバーにこのガスケットを装着します。はい、装着しました。そしてここの角のところには液体ガスケットを塗ります。液体ガスケット、だいたいこういう作りの場合、ここにこの角のところにはこれ液体ガスケットを塗ることになってます。これがプラグのホールのガスケット。これがここ。ここのガスケット、それではつけていきます。まずこのプラグシール、そしてガスケットを塗っていく。で、カバーを装着。はい、そしてネジを締める。はい、閉まってきました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 よ。締め付けトルクは確か10だったと思います。全然いいよ。来た来た来た。一本は入らないんで、テルクレンチということで。
こんぐらいですね。こんぐらいの力ね、はい、はい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 、来たよ、来た来た来たよ、ピーピー、はいはいはい、完了で、ガスケットが固まるまで、まあ、最低でも3時間は放置しましょう。はみ出たとこちょっと拭いて OK、yeah、どうですか、綺麗に仕上がってますか。次はそうですね、ステムベアリングでも行ってみましょうか。最後まで見てくれたあなたのことが大好きです。一味でも興味があればチャンネル登録よろしくね。それではまた遊びましょう。バイバーイ。